厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、今年度の最低賃金の改定について、全国一律で時給28円を引き上げるよう求める目安を厚生労働省に答申しました。今の水準の維持を求めていた日本商工会議所の三村会頭は、審議会の結論が政府の引き上げ方針を追認した形になっていて、大きな問題があると批判しました。